ようございます。今朝は知識や経験の価値ですね。今こうして毎朝ランニングしながらオーディオブックをずっと聞いて知識を蓄えてます。でイチゴの仕事で実際に実践して経験を蓄えてます。これって私にしか分かんないです。やった人間しか蓄えられない、まあ、こんなことしてますよってこうして今ビデオメッセージもしてますけど、私もよく、まあ、オーディオブック聞いてるのもそうですけど、聞いただけで見ただけでは自分のものにならないですよね。知識は実践して経験して初めて血肉となるというか、それを実感してます。今こうしてビデオメッセージするっていうのも皆さんに伝えたいっていうのもありますが、私自身がこう思考の整理をするのにとても役に立ってるんですね。やっぱ発信するって簡単じゃないし、慣れないとできないです。朝から何喋ってんだって、自分でも思う時ありますけども、こうしてメッセージをすることによって自分が今考えてることが何かって整理整頓がつくんですね。できないことに対してああできてないなと思ったらやる気なくなっちゃいますけど、少しでもそれに取り組んだ、ここまで進んだっていうことに焦点を当てるとですね、よしまた今日もやろうって思うんですね。このランニングも筋トレもそうです。もう健康体じゃないとですね、何もやる気起きないんで、どんなにこう頭よくたって、仕事いっぱいできたって、いや健康体じゃなかったらそれ実行に移せないんですよね。だから健康が一番大事。そして人間関係が次いないと、これまたやる気なくなっちゃうんで、健康管理、人間関係、その後に本当に仕事がついてくるなって、思います。このいろんなチャレンジをしてますが、全てが経験、これ私にとって本当に財産です。だから必ず1億円いちご農家になれるって、そのための経験を積んでるって、そう思うと全てプラスの経験なんですね。今日お伝えしたかったことは、知識経験、盗まれることはありません。どんどん溜め込んで、いきたいと思います。今日もしっかりお墓参りは行きますけど、しっかり勉強して財産にしたいと思います。以上です。